ム・ジョンウン氏電撃訪中、習指導部と会談という、ね、北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長が中国を訪問し、27日までに複数の中国共産党の指導者と会談したことが分かりました。習近平国家主席とも会談したものとみられます。これは中国共産党当局者が明らかにしたものです。中朝は今年の初めから金正恩氏の訪中時期などについて交渉していたということで、中国側は金氏訪中の条件として北朝鮮が核放棄に向けて取り組む姿勢を示すこととしていたとされ、今回の訪中実現は北朝鮮から前向きな回答を得た可能性もあります。朝鮮半島情勢をめぐっては4月に南北首脳会談、5月までに米朝首脳会談が行われる予定で、今回の訪中で金氏は中国の指導者と事前協議を行うものとみられております。北朝鮮の最高指導者の訪中は2011年5月の金正日総書記以来7年ぶりのことになります。という、まあ、とうとう属国が朝貢しに行ったわけですよ、ね、いやそれずっと聞けなかったから中国はムッとしてましたね。早く挨拶に来いと、とうとう挨拶に行ったわけですから、まあ、それはいいんですけど、どうして行ったかというとね、トランプのこの間会いましょうよっていう提案があったら、じゃあ会いましょうって、はい、電撃的にトランプが会うという約束、同意したわけですよ、はい、そうすると、まあ、会うのはいいんですけども、それで話が決裂してしまえば、アメリカは軍事行動に走るということは、ますます可能性が高くなってるんですよ。この間のボルトン氏に変わったんです、マックマスターが、ね、はいはい、ボルトンっていうのはね、うん、嫌いな戦争はないっていうふうに言われてるんですけどね。嫌いな戦争はない。すごい表現ですね。まあ、ニューヨークタイムズはそう書いてあったけど、きっとそうでしょうね。まあですけど、僕はボルトンが大好きなんですけどね。ああ、そうですか。僕はね、国連の大使の時に、彼がね、名セリフがあるんですよ、はい。国連の建物、高層ビルでしょ、上の10階を取ってしまっても何の問題ないんだって言ってしまった。それぐらい無駄のある組織だって。それでね、批判も浴びませんでした。みんなそうだ、まあそうだよねって。そういうふうに、その上の10階というのは、つまりその最高意思決定機関のようなものが、もう要はそれぐらいなくしてしまっても何も支障がない、どうして意味の悪いことやってないからさ、金の無駄遣いだって、そういう意味で明け付けに行っちゃう人なんですね。そうなんですよ、大好きなんですけど、いやだからビビってるんじゃないですか。だってどうですか、金正恩は実際に会いましょうっていうことを言ってないでしょ、はい、うんうん、そう言ってないでしょ、言ったという人がいるだけであって、うん、ああご本人の映像はないですね、映像というか言葉もない、北朝鮮の政府からの正式なあれもないんでしょ、声明なり招待なり、それ全然ないでしょ、うん、だからね、それ出すか出さないか焦ってるんじゃないですか、うん、どうですかね、どう思います、いやそうですよね、多分中国を力を借りてどうにかうまくこぎつけようとはしてると思うんですけど、私ちょっと恐れてるのが、これで中国の力がますます強まるんじゃないかと思ってるんですけど、ね、例えばでもそれアメリカが望んでない、うん、中国の力が強まることですか、中国が北朝鮮に対して、うん、はい、力を発揮すること、それがアメリカ側とか、まあ、日本の意向に沿うような形でこう同盟になってくれたらいいんですけれども、うん、まあ、中国は北朝鮮は怖くないじゃないですか、うん、なんで中国は例えば、いろんな意味で、まあ、いいや、怖いんですね、すいません、ちょっと私が分かってないだかもしれないんですけど、こう金訪中の条件として核放棄に向けて取り組む姿勢、これはただの言葉だけですよね、うん、実際は北朝鮮が核を持っても、中国は報復する核を持ってるわけなんで、何も怖くないと、で、そういう意味でね、そうですそうです、そういったことで、うん、何も怖くないと、で中国はアメリカともう二大大国で世界を征服したいと思ってるわけじゃないですか、うんうん、そうすると何をするかわからない国の実権を実は中国が握ってるんだぞっていうので、力をつけてくるのが恐ろしいなと思うんですよね、それを盾に、でもね、北朝鮮が崩れてしまえば中国に大量の難民が流れてくるわけだし、厄介なんですよ、でそのしかもその核兵器核物質をですね、どうするかと、ちゃんとそれをね、処理する能力は中国には実はないんですよ、アメリカにはあるけどね、アメリカはウクライナの
化学兵器なんかを解体してますからね、その技術はあるんでね、僕はねむしろそういう段階に来たら中国とアメリカが協力すると思うんだ。だから中国はもっと北朝鮮に対して力をかけることができるような体制にこれでなったのであれば、これはアメリカの思惑なんじゃないですか。あ、そういうふうに見るんですね。分からないんですけどね。でもとにかくあのトランプさんがじゃあ会おうよって納得したということで焦ってるのは明らかだと思いますね。日本にとってはその中国とアメリカが手を組むっていうのもまたちょっと怖い話で、日本だけが置き去りになるということが考えられて、まあ後から話になるかもしれませんけども、拉致の日本がね蚊帳の外に置かれることを懸念してる人もいますよね。どこだっけあれ、あのここです、これそちらやりましょう。ここですかね。はい、ではダブルで、参りましょう。こちらとこちらですよね。はい、米朝接近、拉致置き去り懸念、日本自らで解決すべき問題というニュースと、そしてもう一本は拉致取り上げ要請を非難、日本の動きに北朝鮮と、続けて深入りこちら参りましょう。産経新聞の記事の概要をお伝えします。5月までに米朝首脳会談が開催される見通しとなり、北朝鮮による拉致問題が重要な局面を迎えていると産経新聞は伝えています。北朝鮮の核・ミサイル問題進展の可能性がある一方、拉致問題は置き去りにされる懸念が浮上しているということです。被害者家族も訪米し、トランプ政権に解決を訴えるなど懸命の思いで働きかけを強めているということです。家族には拉致に理解を示し協力を約束したトランプ大統領への期待感がある一方で、過去にも第43代のブッシュ大統領政権時代に被害者救出への支援を表明しながら核・ミサイル問題を優先し、拉致問題は何度も置き去りにされてきた過去があるため、アメリカに大きく頼らざるを得ない現状に不安も抱えています。横田めぐみさんの母・早紀江さんは、拉致は詰まるところ日本国が自らの力で解決すべき問題です。今この瞬間を捉え全力で向き合ってほしいと思いを語ったということです、というニュースですね。そしてもう一つは、共同通信によりますと、北朝鮮の韓国向け宣伝サイト我が民族同士は27日、河野太郎外務大臣が韓国のカン・ギョンファ外相との会談で、4月末の南北首脳会談で日本人拉致問題を取り上げるよう要請したことについて、北南関係改善の雰囲気に慌てふためいた日本があちこちにすがりついて自らの利益を満たそうとしていると非難する記事を掲載しました。記事は安倍政権が森友学園問題で窮地に陥っていると指摘、安倍政権は北朝鮮への最大の圧迫や拉致問題などといって我々に言いがかりをつけ息を吹き返そうとしていると主張したということです、という独特の表現です ね、 ね、北朝鮮らしい ねでもこの2つ目のニュースが大きく日本で取り上げられてたら、はい、森友の学園問題なんて吹っ飛びますよね、問題にね。そうそうそう、とは思うんですけど、ね、伝えられないですよね、なかなか、ね、でも拉致に関して言えば、私はあの3ヶ月ほど前に安倍総理にお会いした時に、はい、直接拉致の進展についてお願いしたんですね、その際に力強く今年こそ進展させますっておっしゃっていて、かなり期待していたんですけども、あのこのところの森友の問題ですね、がこう立場が危うくなってきているので、この今こんな大切な国際問題が抱えているときにということで影響が出る恐れがあって恐れているんですけども、なんかそれにね、私さっきトランプ大統領の話が出たんですけどね、私安倍総理とお話ししたときにトランプ大統領とはもうかなり強い絆があるということをご本人もおっしゃってたんですね。それがあの関税の問題ではあの日本をすっ飛ばして、鉄鋼の関税の問題ですね、はい、それがあの日本が除外されなかったということですとか、あとはそのトランプ大統領が急にこう、まあ、日本に伝えることもないのかもしれませんが、まあ、側近を急にこう変えていきますよね、で何をするかわからないというのが私の中でちょっと不安に思っていて、そのトランプ大統領とあの安倍総理との関係性というのところがあのこう強固、本当に強固なのかなっていうのがあって、なぜかというと拉致問題進展にはトランプ大統領というのは必要だと思うんですよ。日本だけでっていうよりも、あのそのアメリカの力があればさらに、まあ、日本だけでもあの進展させなきゃいけないんですけれども、今はそのアメリカのトランプ大統領の力っていうのが本当に大切だと思うので、こんなような状態で進むのかなって、ちょっとあの3ヶ月前よりも進展が危ういんじゃないかというふうに思ってるんです、ね、あのですからね、トランプさんの力が期待できると思うんですけども、それでもダメっていう可能性だってなくはないよね。
それとね、トランプさんと安倍さんの関係が悪くなってるようなっていう話でしたけども、この関税に関してはね、皆さん、はい、日本の皆さんぜひ理解してもらいたいですけども、はい、アメリカに対する貿易の不均衡が続いてるんですよ。アメリカから見れば、うん、アメリカが損してるのよ。だからこれをね、改善しない限り、こういう時にはやっぱり関税かけられますよ。でもね、僕思うには、こうなんですか、個別的に今度は除外を申請するんで、ほとんど除外されるんじゃないかなという気がするんですよ。面倒くさい手続きをした上でね、いわゆる同盟国、同盟国だからということじゃなくて、要は日本の企業の、日本の企業がアメリカに輸出してる、製品はね、特殊なものなんですよ、はい、でアメリカにとっても必要なので、代替品もそんなにたくさんないわけだから、おそらくね、それを指摘すれば、これは覆すことができるんじゃないかなと、少なくとも部分的にはね。なんで、これで安倍さんと、トランプさんの信頼関係が崩れたわけじゃないんですよ。トランプは一貫して日本の貿易不均衡っていうのを直さないとダメだと言い続けてますよ。ずっと大統領選挙の最初から言ってましたよね。最初から言ってるし、就任してからも言ってるし、安倍さんが大好きだって言いながらもそれ言ってるんだよ。だからね、彼のメインテーマの一つですからね。それどうにかしないと。だから僕前からも言ってるよ、日本がね、アメリカの天然ガスをいっぱいたくさん買ってくればそれは一気に治りますからね。もうそんな変なところから買わないでね、いいんじゃないですか、シェールガスとかですか、シェールガスとかね。いやだからね、拉致問題っていうのはすごい難しいけど、でも、はい、トランプ大統領は以前の大統領と比べて関心を持っている度合いが高いと思いますよ。そう思いません？拉致被害者も直接お会いし、されましたし、はいですね、家族ですね、はい、家族の方も、はい、やっぱりあくまでね、日本国が自らの力で解決すべき問題という横田さんのね、言葉が、それは分かるけれどもね、それじゃあ何な、どうやって、どうやって、憲法改正しない限り無理でしょう。いや、ですからもうそこに直結するしかない。もこの拉致問題って本当に昭和の時代に拉致された方が多いですけど、平成になっても、ね、拉致されて、拉致の疑いがある特定失踪者の方っていうのは出られているわけで、今も現在進行形の問題なんですよね。だから、私が今ですね、めぐみへの誓いという劇をやってるんですけども、今度ちょっとご案内をさせていただきたいんですが、はい、あ、出ますか。では、はい、これが去年の4月1日に行った署名活動の様子なんですけれども、今年も今週末の4月1日の日曜日、上野公園のですね、西郷隆盛公の像の下の階段の降りたところのあたりですね、そこに埼玉の救う会の方々と野草会の劇団のメンバーがですね、署名活動を行います。私も、はい、私と一番左側の原田大二郎さんですね、横田茂さん役です。で、その写真の一番左が、はい、去年飯塚代表が来られてたんです。今年はちょっとご病気をされた後なので、出てこられるか分かりませんですけれども、去年は飯塚代表もいらっしゃってました。ぜひ、はい、皆さん4月1日ですね、上野公園の方に署名に来ていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。これは大事だと思いますね。視聴者の方のですね、からツイッターでの声が届いておりますが、先ほどご紹介したそのこれですね、拉致取り上げ要請を非難する日本の動きに、北朝鮮が拉致取り上げ要請を非難する北朝鮮 その報道ぶりですが、北朝鮮らしい書き方だけど拉致問題を触れられるのが嫌ってことがよく伝わるね、そして森友から北朝鮮情勢や拉致問題へ振り返って話を進めようとすると、報道が森友から目をそらすためのブラフだみたいな報道をするんだろうな、本当報道が問題だわという、ちょっとね、ため息気味のコメントもツイッターでいただいております。ありがとう。